それでは有馬記念前の会見、ジェラルディーナの斉藤調教師です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずは今日の追い切りを終えての感想からお願いいたします。はい、そうですね、先週も軽かったんですけど、時計的にはね、今週も同じぐらいでしたけど、合わせまして最後しっかりはみ取らすっていう意味ではね、いい動きできたんじゃないかなと思います。今日はどんな指示、狙いを持った追い切りだったんでしょうか。先週、先々週とね、単走で、馬なりで流してくるぐらいでしたけど、競馬直前だけなんで、少し合わせ馬しながら、もう少し気持ち乗せていく意味でね、最後合わせてフィニッシュしたかったんで、そういう追い切りしたんですけど。そういった意味では狙い通りの、調整ができたという。そうですね、後ろから巻きた時にもね、しっかりはみ取ってたって言ってたんで、いい追い切りできたんじゃないかなと思います。前走でも非常にいい状態だったとは思うんですけれども、この中間を含めてどういったところを一番意識された調整だったんでしょうか。そうですね、今年ね、初めから結構コンスタントに使ってきてたんで、前走前々走とね、重賞で勝ってくれたんですけど、その辺の疲れとか、馬の精神状態とかね、その辺気にしてこの中間来たんですけどね、多少の疲れはあったと思いますけど、こっち入ってきてからはそういうところを見せないですし、気持ちの方もね、落ち着いてリラックスしてるんで、いい状態になってるんじゃないかなと思いますね。どうでしょうか、この、まだまだ成長途中な感じもありますし、一つ完成に近づいているのかなという感じもありますけれども、このあたりどうご覧になってますか。そうですね、去年の春に比べるとね、馬も精神的にすごく落ち着いてきて、いろんなことができるようになってきてるのかなと思いますし、今回初めてのね、2500ですけど、それにしっかり対応できるような状態には成長してきてるんじゃないかなと思いますね。改めて前走も非常に強い勝ち方での G1 制覇ということになりましたけれども、このあたりの成長というのはこの秋どうご覧になってますか。そうですね、もともと素質の高い馬だったと思いますし、その辺がね、気性の部分と体の部分でなかなかね、レースで発揮できないこともあったかと思うんですけど、本当に気象面の成長とね、あと福永さんがはみ受けを教えてくれたこととね、本当に全部いい方向に向いてきてるなと感じますし、これから先ね、どこまで良くなっていくのかっていうのもすごく楽しみだなと思いますけどね。そしてレースの進め方でも、前走はまた比較的後ろの方からということで、また新たな引き出しも増えたのかなという印象もありましたけれども。そうですね、オールカマーに比べると後ろかなっていう感じはしましたけど、その辺はね、たけし君もクリスチャンもね、この馬のいいところを引き出そうとしての騎乗だったと思うんで、本当に馬の能力がね、やっぱ高いんだなっていうのを改めて実感させられた感じですね。血統背景としてはこの中山2500は申し分ない適性かもしれませんが、改めて、斉藤調教師からご覧になってこの舞台いかがでしょうか。そうですね、お母さんも飼っている舞台ですしね、今この馬もね、折り合いとかも心配いらないですし、自在に競馬できるのかなっていうふうに感じてるんで、こういう形態のコースもね、ちゃんと対応できそうだなっていうふうには思ってますけどね。この馬の強みを生かすという意味ではどういうレースの立ち回りというのを期待したいですか。本当に 今の強みはね、本当操縦性の高いところかなと思うんで、本当クリスチャンの好きなように乗ってもらったら、いい結果出てくるんじゃないかなと思いますけどね。2年前に、斉藤さんとしてはクロノジェネシスで、このレースも制されてますけれども、有馬記念で勝つためにはどのあたりが鍵になりそうだなと思われますか。まずはね、本当1周半走るコースなんでね、折り合いの部分が一番大事かなと思うんで、クロノジェネシスはね、すごくその辺が心配あった馬ではあったんですけど、ジェラルディーナに関してはね、そういう心配いらないので、ジョッキーも組み立てやすいと思いますし、本当、楽しみな挑戦じゃないかなとは思いますけどね。今回は本当に現役最強馬決定戦というような、ボバも含めて非常に強いライバルも揃ってますけれども、このあたりの争いというのはいかがでしょう。そうですね、本当タイトルホルダーはじめね、すごいメンバー揃っていると思いますし、
本当に楽しみな有馬記念ってお客さんもね馬券買われる方もこちらとしてもすごく楽しみな有馬記念じゃないかなと思うんで、まあ、その中に加われること自体がねすごく嬉しいことだと思いますし、まあ本当そこで一番いい結果になれるようにね、まあ、あと、数日ですけどしっかりやっていきたいなと思ってますけど、ね、斉藤調教師は3年連続での有馬記念管理馬出走ということになりますが、グランプリへの思いはいかがでしょう。そうですね、まあ、去年はね引退レース取りこぼしちゃいましたけど、まあ、今年はジェラルディーナというまでね、まあ、こうやって参加させてもらえることがすごく嬉しいことですし、まあ、またやっぱり勝って年末締めたいなという気持ちは強いので、まあ、頑張りたいなと思ってます。本当にファンも親子制覇に期待する声も非常に大きい一頭だと思いますが、最後にファンにメッセージをお願いいたします。そうですね、まあようやくこの決闘でね G1 取ることできたんですけど、まあ、この先ねまだまだもう1年間現役あるんで、まあ、少しでもねお母さんに近づけるようにと思ってるんで、まあ、まずは有馬記念でお母さんの勝ったレースで親子制覇をしたいなと思ってるんで、ぜひ競馬を見てもらえたらなと思ってます。よろしくお願いします。楽しみにしております。ありがとうございます。